可能か。すでに万華鏡シャリンガンになっとる。吸い取りやがった。なんでこいつがリンネガンになんだってばよ。やはり憶測通り、シャリンガンの行き着く先はリンネガンでしたか。カブトとか言ったな。この体に何をした。だから言ったでしょう、俺の体の秘密。くそ。どうやって、これが忍術だとでも言うのか。まだ諦めの言葉を口にするな。何もせんうちから己を捨てるな。みんなできる限りここから離れろ。僕たちごと。当たり前だ。俺たちは少しして元に戻る。土影のじいちゃん、何しよってんだ。ドトン超軽銃眼の術。うてんびんの小僧め、少しはやるようになったな。よし止まった。さて2個目はどうする。大の木なんだ。これは…ゴンゴちゃん…なんで分身の俺なんか…他には悪いが…土影のじいちゃんは…土影のじいちゃん!大丈夫だ、重傷だ。これが陸道仙人の力、素晴らしい。カブトとか言ったな。お前はどこまで知っている、俺のことを。だからか、段取りのいいやつ。俺たちの計画も知っているのか。ところでまだ生き残りがちらほらいますね。土影と風影はさすがにしぶと。口寄せの術。わしを呼ぶこのチャクラ、まだらか。縁が九尾の人中力、渦巻ナルト君ですよ。愉快交換。やつらだ、四時の方向。お前の言うと、なかなかのやつだ。でしょ?キュービにもらった力、一気に使っちまった。もういい。あとはわしらがやる。土影殿、もうあんたも。やっと己を拾う場が来た。わしが相手をする。無茶だって、もうボロボロじゃねえかよ。もう少し術を試したいんだ。もう踊れそうにないな、大の木よ。昔一度力の差を教えてやったはずだが。俺が本部に座標を連絡しておいた。陰風陰海陰法創造再生。みんなまだ生きてるってことは遅れずに済んだようね。やっと暴れられる。待ちくたびれたわ。ああ、準備はできた。すまぬ、綱手姫。二人を回復する。雷影、水影、少しの間、時間稼ぎを頼む。この程度の術なら吸い取るまでも。楽
大逆水平チャーン。こんなとこにいるのが場違いな気がしてくる。協力しろ。あいつか。行くぞ。来い。まだか、おかげ。もう少しだ。今回はペインの時とは違う。自分一人、しかもこの程度の傷を治しただけだ。この戦争はもうお前を守るだけのものじゃないんじゃぜ。ライトンの瞬身にヨートンの決定限界か。もっとスピード、ガードを崩すパワーを上げねば。岩のゴーレムに砂の盾。来るぞ。ここからは攻めに回る。水影、雷影、耳を貸せ。しつこいな。水影、スイートン、霧隠れの術。霧隠れ。やるぜ、雷影。おう。超荷重ガンの術。バタン、今のうちに俺を。引けなると必ず蹴りをつける。それがこれまでの憎しみの呪いを止める第一歩となる。こちらのマダラに勝つことはこの戦争の終わりを意味する。私たちはこの戦場でお前を守る。だからお前も向こうで戦い、私たちを守れ。覚悟。岩のゴーレム、叩き潰してくれるわ。オクトン、俺、どうします。あれはおじい様の。なんだ。みんな花粉に気をつけろ。吸い込むな。待て、この野郎。花に気を取られすぎだ。いかま、雷影。火種も大きくいくとするか。カトン、オオカメ出。水影。やはり都市か。わしにはもう言い訳して。陣頓、限界剥離の術。言い訳して言い訳あるか。ジャジー、大抜き。起きたか。よっしゃ、これからは反撃ジャジー。あれは初代ホカゲの顔だから。木刀まで。この江戸転生は誰も止められない。次はドイツにするかな。なぜお前が動ける。私は違うと言ったはずだ。陰を使わぬ再生体。そうか、俺の術で俺をやれるか。わしの術ならやれる。よし、念願は全ての術を吸収する。封印するしかないと分かっているだろう。お前らの士気を下げてやるつもりだったんだが、逆に士気を上げてしまったようだな。さすがに5対1だからな。5対1でも勝たなければならないの。あなたは内浜だらです。卑怯とは言わぬ。5人で1人、遊ぶにはちょうどいい。これで5対1だ。さて、一つ質問をする。そいつら分身がスサノオを使う、使わない。強すぎる。こんなのをどうやって。おかげ、戦い方が雑になってるぞ。しまった。くそ、このわしが。すまん、土影。立て、影ども。生死を分けるときにもう弱音を吐くな。
わしらがナルトに預けた戦いがあるんじゃ。わしらは忍びの者全員から預かったもんがある。兵を預かったことを無駄にするな。やはり問題は大向きか。あやつの心を折るしかあるまい。五影も何も全てが無駄になる。この完成体スサノオ、大きい。これが本当のスサノオ。定まれ。デカブツのチャクラが安定した。俺を止められるのは唯一柱間だけと言ったはずだ。なぜなら、俺一人分なら。そんな、山が切れてる。なら、なぜあの時。残念だけど、ここまでのようです。黙れ水影。十社に何かあったのか。一体何なんです。サノーが消え。何だと。カブトはまだ捜索中のはず。早すぎる。誰でもよい。誰であろうと忍び世界を守った英雄じゃ。消える前に一発食らわせようという腹じゃ。気をつけ。薬房の術が切れたか。だが、おかげ、ブリカ！正気が戻ったな。なぜだ、なぜ消えない。江戸転生は解除されたはずだ。それは院さえ知っていれば、江戸から呼ばれた死人側から江戸転生の口寄せ契約そのものを解除できるということ。十社に言っておけ。禁術を不用意に使うべきではないとな。江戸転生解除。こんなことって。さて、スサノオ完成体、あれを一度目にした者は死ぬと言われている。邪魔が入って凶がそがる。そろそろ九尾を取りに行ってもいいのだが。父影様、もう私たちでも太刀打ちできる相手ではありません。醜いな。口寄せの術。スナゲ様、頼みが。私の半身は後で。それより私のところへ影たちを救い。